エミル・ムイナルスキ・エミル・シモン・ムイナルスキは、ポーランドの指揮者、バイオリニスト、作曲家。ロシア帝国キバルティに生まれ、バイオリンをレオポルト・アウアーに、作曲をアナトー・リラードフとニコライ・リムスキー・コルサコフに学んだ。1890年には、バイオリニストとして、ロシア国内を演奏旅行し、ドイツ方面にも遠征している。 1893年には、オデッサ音楽院の教師になり、パウル・コハンスキを教えた。1900年に、ワルシャワの歌劇場で、ビゼーのカルメンを代役で指揮したことから指揮者として、活動するようになった。1901年に、ワルシャワフィルハーモニー還元楽団の創立指揮者となり、1910年から1916年まで、スコットランド還元楽団の指揮者を務めた。 1919年にワルシャワ音楽院とワルシャワ歌劇場の音楽監督になったが、1929年にはフィラデルフィアに行き、カー,ーティス音楽院の院長を務めている。1931年にはワルシャワに戻り、ワルシャワ歌劇場の音楽監督に返り咲いたものの、体調を崩し始める。1934年にポーランド作曲家協会の会長に指名されたが、 翌年ワルシャワで病没。ムイナルスキの娘はアルトゥール・ルビンシュタインに嫁いだ。ありがとうございます。